デビル・インサイドは2012年にアメリカ合衆国で制作されたホラー映画。日本では劇場を公開されずビデオをスルーされた。1989年のアメリカ合衆国コネチカット州。ある日、警察に一本の電話がかかってくる。電話の主はマリア・ロッシと名乗る女性で、なんと彼女は自らがシンプラ3名を殺害したという驚きの告白をする。 急いで現場に駆けつけた警察は、そこで、シンプラがマリアに対して悪魔払いを行っていたという、事実を突き止める。こうして、殺人罪で逮捕されたマリアだったが、蒸気を逸した言動から、精神疾患の診断を受け、バチカンの医療施設へ、強制収容されることとなるのであった。それから20年後、マリアの娘イザベラは、母親が起こした事件の真相を探るため、 ドキュメンタリー映像作家を連れて、バチカンへとやってくる。そこでイザベラは変わり果てた母親の姿を見る。これにショックを受ける彼女だったが、同時に母親には悪魔が取り付いているのだと確信する。そんな彼女の前に二人の若き神父弁とデビットが現れる。二人は科学的な方向から悪魔払いを行っており、これに絶対的な自信を持っていた。イザベラは二人と共に、 母親の悪魔払いに挑もうと決意する。しかし、母親に取り付いた悪魔は、彼女らの想像を遥かに超える強力なものだった。カッコ内は日本語吹き替え。ありがとうございます。